をやってるお二方の守備を見ると、まあ、特に学生たちがよくやるチャカ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 みたいなステップ全然やっぱないじゃないですか。いやー、これはすごく思います。あれ、僕らはあれって、なんでやったのかなって。いや、多分、なんでやってるのか分からずにやってた感覚なんですよ、多分、当時は。チャカチャカで受けてノック終わったら、グラウンドめっちゃ荒れてるみたいな。でも今は、なんかグラウンド荒れずにノックができるようになりました。チャカチャカしないんで。そんな打球処理での無駄な動きをなくす練習法をこの2人に語ってもらいました。一番最初を考える。